大谷翔平のライバル、MVP の夢が消えた瞬間。ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ選手が3試合連続で35号本塁打を放ちましたが、8月の故障で約20日間離脱し、王で大谷翔平選手に大きく差をつけられました。ファンは怪我がなければ MVP だったと惜しんでいます。みんなの反応。ファンは怪我がなければ MVP だったと言うけど、それは言っちゃダメ。大谷選手も手術がなければとか言うのと同じで、怒ったことは仕方ないし、何もない時にどれだけ成績を上げられるかが大事だと思う。マルテは STL 戦で足を痛め、すぐ復帰したが打席で踏ん張れず、ロブロが休ませずに使ったのがあだとなった。大谷とのライバル論争で感じたのは、守備がもたらす負担と故障リスク。大谷が守備をやれば、疲労で打撃や走塁のスタッツが落ちる。守備で大怪我したアクーニャジュニアも同様で、DH 戦は打撃と走塁で絶対的なアドバンテージがある。ファンがシーズン中にたらればを言うのは、負け惜しみで心の中で負けを認めてる証拠だよね。実際の結果が全てで、怪我をしないのも能力の一部だってことは間違いないよ。大谷翔平選手に対するアンチの声が今月初めは多かったけど、今は黙ってるね。この記事も最後の抵抗かもしれないけど、MVP のはずだったなんていらないよね。怪我で途中離脱した選手はアウトだと思う。大谷選手はドジャースの主力が次々と離脱する中、リハビリ中なのに3試合しか休んでないし、打数も600を超えて3割をキープしてる。こんな選手は他に何人いるのか。ドジャースのプレーオフ進出と地区優勝も大谷選手の貢献が大きい。2年連続でア・リーグとナ・リーグの同時満票 MVP は確実だろう。怪我がなければというのは通用しないんだよね。アーロン・ジャッジが毎年ホームラン王を取れるはずだけど、実際には大谷さんが2年連続で取ってる。怪我がなければ殿堂入りした選手も多いけど、結果が全て、マルテも怪我しなくても MVP には届かなかったと思う。歴史的大偉業には勝てなかっただろうね。大谷は DH だから、今年は全休のはずが3試合しか休んでない。選手やチームの最終目標はワールドシリーズでの優勝だよね。そのためには健康を維持してチームに貢献することが一番大事だと思う。マルテやリンドアが怪我で離脱したのは残念だけど、大谷選手はほとんど休まずに貢献し続けて、今も優勝のために大活躍してる。本当に称賛に値するよ。マルテファンが悔しいのも無理ないよね。彼は絶好調だったし、谷もベッツやエリッチ、リンドアが故障で離脱してるから、大谷が MVP 取ったらライバルが怪我したからだっていう人もいるだろう。でも、大谷も大怪我抱えてプレーしてるし、シーズン通しての成績が評価されるんだよ。短期間でいい成績出す選手は谷もいるけど、シーズン全体で見ないとね。ファンはいつもたらればを使って、偉大な選手やライバルと比較するよね。これは自分が応援する選手の可能性を信じてるから、避けられない議論なんだと思う。でも、勝負の世界では全てが実力のうちなんだよね。イチローが怪我さえなければいい選手だったのにって言われる選手について、怪我をしないことも才能の一つだから、そういう点では才能がないって言ってたけど、まさにその通り。怪我を避ける準備を徹底してこそ一流なんだよね。大谷も徹底したガードを身につけて打席に立ってるし、野球は確率のスポーツだから、感覚のわずかなズレが致命的になるけど、修正を繰り返して今季も成績を残してる。守備や盗塁でもリスクを察知してトラブルを避ける動きができるからこそ、成績を残し続けられる選手が偉大なんだと思うよ。マルテの怪我はプレー中のアクシデントで残念でしたが、シーズンを通してプレーする中で怪我はつきものです。昨年の大谷も投手として怪我をしてシーズン中に手術を受けましたが、投打で素晴らしい成績を残し MVP を獲得しました。マルテについてもたらればを言っても仕方ありません。今の3試合連発を見てそう感じるかもしれませんが、続けて出場していたらどうなっていたかは分かりませんし、休んだことでリフレッシュできたのかもしれません。ただ怪我前も候補ではありましたが、筆頭ではなかったのも事実です。大谷選手自身が MVP を欲しいかは分からないけど、ファンとしては彼が MVP にふさわしいと思ってる。批判記事にはフラストレーションがたまるけど、優勝を期待してる。大谷選手ほど怪我や手術、リハビリを経験しながらも結果を出す選手は少ないです。彼の姿に多くの人が感動し、心を揺さぶられています。怪我は運じゃないんだよね。大谷選手も寝具のマットを持ち歩いたり、外で飲み歩かないなど、怪我の予防に気を使ってる。前回のトミー・ジョン手術も WBC で無理した結果だけど、 HRO は取った。 MVP のはずだったというなら、大谷選手が怪我しなければサイ・ヤングも取ってたかも。だから来季に期待したいでいいんじゃないかな。
ドジャースの打撃陣は投手陣が点を取られても取り返して勝つ力がある。エンゼルスの大谷が来季復活すれば15勝以上と本塁打40本超えも期待できる。今季は DH 専任で MVP にふさわしくないと言われているが、来季以降に投流が復活すれば文句なし。対抗するにはゴールドグラブ級の守備と6060や三冠王、95% 以上の守備率、打率3割、HR35 本、盗塁35が必要だ。大谷選手はトミー・ジョン手術からの復帰中で、他の選手がリハビリ中の中、打率301、本塁打53、打点123、盗塁55という成績を出しています。トリプルスリーが無理と言われる中、打率を3割に上げた彼の凄さに敬意を示しましょう。野球ファンなら、シーズン終盤で打率を1分以上上げる難しさがわかるはずです。ジャッジと大谷は2023年シーズン序盤から好調だったけど、ジャッジは怪我で約2ヶ月離脱。大谷も8月にエルボーを痛めて9月4日でシーズン終了。でも、大谷は10ウィンと44ホームランでホームラン王になり、2度目の MVP を満票で獲得。一方、マルテは8月10日に故障し9月6日に復帰。大谷と比べると、マルテの怪我は言い訳にならない。シーズン直前の事件やリハビリの話もあるけど、それはマルテやファンには残酷だからここまでにしとく。大谷が怪我してなかったら、圧倒的に MVP だったと思うよ。怪我してたからマテルが少し張り合えたけど、2人とも健康なら大谷が MVP だね。怪我はアクシデントもあるけど、自己管理不足も原因。特に足腰の怪我は体重や筋肉のバランスが悪いから。大谷選手は1年間大きな怪我なくやってきたのも評価されるべきだね。守備や投手は怪我しやすいよね。オズナも途中で失速したし、一シーズン続けるのは難しい。大谷は二刀流で良かったのかも。健康が大事ってことだね。大谷選手もリハビリ中の投手だから、その点も忘れないでね。マルテの怪我は、セカンドにヘッドスライディングしたランナーがベースを飛び越えて激突したことが原因だった。マルテは安全な位置にいたのに、無謀なランナーが突っ込んできたもらい事故だった。防ぎようがない事故だったので、ファンが怪我さえなければと悔やむのも理解できる。大谷が昨年25試合欠場しても MVP を取ったのは、怪我も含めて実力だからです。それでも差をつけるのが MVP です。大谷がリハビリ中でもこの結果だから、怪我がなければもっとすごい記録を出してたと思うよ。怪我の有無に関係なく、結果が全てだよね。ケテル・マーティは確かに実力者で、個人的にはマーティ時代と呼びたいくらい好きな選手です。でも、彼はトップではないんですよね。仮にマーティが怪我せずに出場し続けていたとしても、大谷翔平が大活躍している今の状況では、私なら DH の大谷に1票入れます。大谷は圧倒的な成績を見せ続けていて、打撃3部門やスラッシュライン、盗塁なども異常なほど優れています。現 NL 打率1位のアラエズも実力者ですが、大谷はそれすらも超える勢いです。やばいです。もらい事故って悔しいよね。大谷選手は投手故障中で DH 専念してるけど、持ってるってこういうことなのかな。来季以降投手復活したら、また MVP 選考で悩むことになるかもね。怪我してても出場が大事だから仕方ない。大谷が同じ状況なら同じ気持ちになるけど、出場してないから負け惜しみ。出場してたら成績落とすかも。高いレベルを維持するのは難しいよね。競争の中で結果を出すには健康が大事だし、翔平さんも3月の事件や肘のケアがなければもっとすごい成績だったかも。アクーニャも怪我がなければって思うよね。大谷はマルテよりも優れた選手で、ナリーグで大谷を超える選手はいないから MVP は難しいと思う。レンドン選手はプロ失格。大谷選手は打撲しても休まず出場するプロ中のプロでスーパースター。ドジャーズは安い買い物をしました。特定の人だけ怪我しなければとか言っても仕方ないよ。すべての故障者が怪我しなかったらどうなるか考えてみて。 MVP を取るには怪我せず試合に出続けることが大事なんだ。みんなの反応としては怪我も含めて実力の一部と考える意見が多いです。少数意見としてはマルテ選手の怪我がなければ MVP だったという声もあります。当チャンネルの意見としてはケテル・マルテ選手の怪我がなければ MVP だったという意見には賛同しかねます。怪我をしないことも選手の重要な能力の一部であり、実際の結果が全てです。大谷翔平選手のように、困難な状況でも高いパフォーマンスを維持することが真の MVP の証だと考えます。